この番組はクオリティ&チャレンジのアサヒビールとマツダの提供でお送りします。ランドスケープ。人には心に残る風景がある。しかし再開発の波はともすれば街を画一的に無機質に塗り替えていく。そんな中、今ちょっと気になる風景をデザインする人がいる。例えばそのショッピングモールに設けられた広場は地面がわざと波がうねるように作られていた。ベンチも一つ一つ形が微妙に違う。この場所が他のどこにもない風景としていつしか心に残るように。ランドスケープデザイナー段塚英樹44歳。誰もがこう嬉しくなる気がしません？子供もそうだけど。この日も何やら面白いことを思いついた。太陽見ても平気だし、この音をこう集めて耳がこうついてるじゃん。海辺のマンションにおいて体全体で波の音を感じるベンチ。四六時中こんなアイデアばかり練っている。ワクワクを考える達人だ。思わず走りたくなる、その感覚。思わずこうはしゃぎたくなるとか、その感じ。そのきっかけを僕の作る空間が作ってるんじゃないかなと思う。街づくりが見直されるこの時代が段塚のような才能を待っていた。大学の看護学部の中庭に人間の形をくり抜いた大理石。頭には頭痛などに薬効があるラベンダー。足にはリウマチに効くという千日草。ガラス張りのビルでは透き通った外壁を水玉模様で埋めてみせた。だがそこにもいたずら心が潜んでいる。一つ一つが月の満ち欠け。こちらのショッピングモールは床に阿弥陀くじが刻まれていた。もしも当たりに行き着くと、超能力者が曲げたというスプーンや不思議な文字が待っている。建築家ではない、芸術家でもないという。ランドスケープデザイナー。耳慣れない職業だが、どうやら最先端らしい。これランドスケープデザインやってるって感じがやっぱりしなくて、僕何畑でもないから。小学部小学科助席だし、子供のいたずらみたいなもんですかね。でもなんだか楽しそうだ。東京品川の戸越銀座に段塚の会社はある。独立して会社を起こしたのが7年前。都市再開発の流れと気を一にして、仕事は引きも切らないという。新しい絵を追加しました。すごいね。段塚を除いてスタッフはほとんど20代。就職希望者も後を絶たない。大切な採用基準は話して面白いかどうか。いつの日かホワイトもなくなるのかな。ホワイトは永遠に不滅かな。ホワイトは永遠に増えたと思います。そうかな。純粋である限り。何言ってんのか。若いやつとやってる方が楽しいですよ。基本的に雑談してるんだけど、そういう中からアイデアがパッと出てたりねするし。この日段塚はタワーマンションの建築現場に出かけた。やはりここも再開発エリア。庭を作っていると聞きついていくと、そこは立体駐車場の屋上。
やたらに大きなまん丸いオブジェが置かれていた。直径およそ5メートル。これ何ですか？これ月見のサイトなんですよ。お月見する場所。あの真ん中に雲の形のような曲線が描かれてるんだけど、よく見ると、9月23って書いてある。その曲線は雲のようにもウサギの耳のようにも見えるが、確かに9、2、3。マンションに暮らす家族に寝転がって中秋の名月を見上げてほしい、そんな願いが込められている。段塚はこのほか、マンションの敷地全体に合わせて24の小さな庭園を作る。そのすべてに移りゆく季節をイメージした趣向が凝らされる予定らしい。春分や立秋、難しい言葉で言えば二十四節気。ちなみに啓蟄のプランはといえば、タンポポの種をね、入れようと思ってです。ここにある時真っ白な綿毛だけの場所ができて、風が吹くとわーっと飛んで、この辺りを、覆い尽くして、来年になるとこのタンポポは今度はどこに行くんだろう。全部喋ってると大変ですよね、これ。楽しいな、遊びみたいですよね。はい、メガネ。24の庭には夜を楽しむ照明も必要になる。照明デザイナーとの打ち合わせには模型が持ち込まれていた。アジサイの季節、6月の某種にはアジサイの花が鏡のような丸いスペースに映り込む。その仕掛けがまた凝っていた。こっち側が5ミリ低いんですよ。5ミリ低いとどうなるかというと、雨がかりにここに水たまりがパッとできるんですよ。その水たまりに、小雨が降ってれば波紋がこうちょっと吸い込むと思うんですけど、殴ってるなってこれ。いやらしいですか。いやいや、そうです。この顔でさ、そういう繊細なこと言われてる。1月の大寒、冷たく澄んだ冬の夜空に瞬く星へのいざない。星座を彫り込んだ御影石に本物の星座が映り重なり合う。オリオン座、それがちょうど真上に来てカシャッと止まって見えるような、そういうサイトを作る、落ちてきた星空です、照明しにくいですよね、しなければいいんじゃない。やりましょうか、しなくてもいいと思う。やらないという照明、その方がいいかも。闇という照明っていう。こうなると必要なのは鏡のように綺麗な表面を持つ御影石。段塚は中国に飛んだ。怖いよ。お高いとこ怖いよ。今でも取れない。高品質の御影石は地下100メートルの深みから切り出される。素材選びから段塚は見届けないと気が済まないようだ。いい黒御影石は磨けば鏡と見まごうばかりになる。いい石と出会いたい。彫り込む星の形にもこだわりがあった。こうじゃなくて、こういうのは全部丸にしてほしいのか。例えばこういうのはダメなの、こういうのも真ん中は真っ白に。